それでは、小林義則氏に演説をお願いします。最初、テレビで聞いたときにね、全会一致で民進党解体を決めたと言ってたんでしょ。で、全会一致なら申しも仕方がないかと。ね、民進党の議員が全員、金本の方に入るっていうふうに、みんなで喜んで決めたっていうんだったら、もうしょうがないじゃないですか、これはね。で、そう思ってたんです。ところが、全然話が違う。結局、何だったんだ、あれはね。要するに、リベラル系の議員を全部切る。で、右だけ残す。そんなことやったらね、極右の政党になりますよ。だいたい自民党に何らかにだってね、リベラル系の議員がいるんですよ。ね。で、もしリベラル系の議員から勉強会に、呼ばれたりとかしまね、そういうふうなこともありましたしね。で、リベラルの議員っていうのは安倍政権だから今強硬になってるだけでね、これ安倍政権終わったらまた元の自民党に戻る、その時にはリベラルもいるんですよ。そうやってね、右も左も切磋琢磨しながらね、法案とか法律とかそんなものを作っていくんですよ。けど今は極右だから全部競合されてるんです。議論が全く尽くされないっていう状態になってしまうわけですね。もうちょっとそれができるんですよ。小池百合子の希望のところで。もっとすごい極右ができるんですよ。で、これは極右と極右の対決ですよ。で、それで、この選挙終わったらね、若干自民党が議席減らして、希望の党が伸びてきた、維新の党とも合流するっていう形になると、これは大政翼賛会ですよ。で、リベラル壊滅状態、これ恐ろしい世の中になってしまいますよ。これでいいですか、これで。これまずいでしょ。ね。だからね、まあここでの話だから言っとくけど、私は考えてます。リベラル政党をもう一度復活させる。今ちょっと動いてます。私はそこにね、そのスタートするときのメンバーに、山尾さんを使いたい。ね、これは本当にね、能力があるからまずスターティングメンバーに使いたいんです。能力のない人もそれからダメなんですよ。って言っとくけど、このリベラルの政党が作ったときは、まあ、公約も私が作りますよ。ちゃんとリベラルにします。で、だから、第3幕がありますよ。解散総選挙第1幕ね。で、希望の党第2幕。第3幕がある。ということを、ここで全国の中で一番最初に知らせておきます。